明けましておめでとうございます。カプラです。赤フレア UVA の下で撮ったミクロラスブルーネオンとともに新年のご挨拶を申し上げます。僕の2022年はアクアリウムショップの福袋を買いに行くことから始まりました。皆さんは何か買いましたか？チャームの福袋買えましたか？オープニングの間に何を買えたか何を買ったか教えてくれると嬉しいです。僕が買ったものを今年の抱負などを話しながら紹介させていただきたいな。というわけで2022年最初の動画スタートです。このチャンネルではアクアリウムに役立つコスパのいい製品を紹介しています。グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。昨年はとてもお世話になりました。 SNS でフォローしていただいている方、YouTube を見ていただいている方、チャンネル登録をしていただいている方、ショップで製品をご購入いただいた方、皆様に支えられて現在の活動が成り立っております。大変感謝しております。今日は普通に動画を始めようかなと思ったんですが、なんかこう区切りとして今年の自分のやってみたいこと、チャレンジしてみたいこと、あと2021年の後悔など吐き出してから今年の動画につなげていきたいなと思っています。なので雑談なのでゆるりと聞きながら見ていただけると嬉しいです。2021年は趣味のアクアリウムをやりながら、普段の生活に追われながら、なんとか YouTube を更新しているというところでした。そんな中でかねてから目標の一つだったアクアリウムのための LED 専門店を立ち上げました。もともとこのカプラアクアのロゴもショップやオリジナル製品にワンポイントとして使いたいなと考えて作っていました。このチャンネルを見ていただいている方はわかると思うんですが、僕はアクア機材がとても好きです。下手したら機材を使うためにアクアリウムをやってるのではと思う時があります。海外のアクア機材はとても面白いものが多くあります。ですが買ってみたはいいけど全く効果を感じられなかった、取り寄せてみたら壊れてた、説明書は中国語で何書いてあるかわからない、もし故障したらどうすればいいのか、製品が届いた時に税金の支払いがあった、なんでとか数え切らないほどわからないことが多いです。そこで僕の紹介させていただいたコスパのいい海外製品を皆さんにも安心して使っていただきたいと、紹介するだけじゃなくて販売保守も行うことでいろんな製品を使ってもらえるんじゃないか、そう思いショップを立ち上げました。現在はメーカーとタッグを組んでいろんな製品を扱っているといったところです。オリジナルの製品もオリジナルの商品も扱うようになっており、いろいろと変革があった1年になりました。そんな中でもやはり後悔があるといえば YouTube ですね。週に1回程度の更新頻度でもう少し更新したいなという思いはあります。まだまだ紹介しきれてない製品がたくさんあって手が追いついていない状況です。パッと出せるには出せるんですが、やはり動画のクオリティも上げたいということでなんだかんだ時間がかかってしまっています。チャンネル登録して見ていただいている方、動画の更新を待っていただいている方、本当に感謝しております。少しずつ見てくれる方も増えてきて、コメントなども最近よくいただき、それが僕のやる気の支えになっています。本当にありがとうございます。うちで販売しているアクアフレア UVA のユーザーも増えつつあり、アプリの使い方をもっと知りたいなんていう声もいただいておりまして、早急にそういった動画を作っていきたいなと思っております。カプラアクアは今年もショップ運営に加え、便利な海外製品の紹介を通じて皆様のアクアライフの充実に貢献できるよう努めてまいります。今年もどうぞよろしくお願いします。というわけで、皆さんは今年のアクアリウムの目標はありますか？僕は基本は昨年と一緒でメンテナンスを少なく、あまり手間をかけずに綺麗な水草を維持していきたいなと思っておりますが、やはり YouTube をやってるので新しいことにもチャレンジしていきたいと思っています。僕は今まで60センチレギュラー水槽までしか立ち上げてこなかったので、今年は90センチをやりたいですね。ということで、すでに買ってあります。9500円、送料込み。90センチなのに安くないですか？これを立ち上げていきたいなと思っています。それと現在は海水用の LED ライトにも興味がありまして、
どうにかあまりお金をかけずに海水水槽、サンゴ水槽を作れないか模索しております。最初にライトに興味が出るあたり、僕らしいというか器具を使うための水槽を作ってるっていう感じですねはい。そんな中、僕の2022年はアクアリウムショップの福袋を買いに行くことから始まりました。行きつけの金台に行ってきました。はい。そして今年は福袋売ってませんでした。残念。ですが初売りということで水草が 30% 引きセールだったので、それを買いました。実は初めての組織培養です。普段高いから買えないんです。ですが今日は3割引き、たくさん買えちゃいます。と値段を見てみると、なんと7割引き。在庫処分品でした。ピグミマッシュルーム、ロタラバングラディッシュ、ルドビジアスーパーレッド、ラゲナンドラトキシカリアグリーン、山崎カズラワビクサマット、ピーコックモスワビクサマット、スタンプウッド2個、これらを買いました。買ったはいいけど、どこに水草を植えたらいいのやら。植えられる余裕のある水槽はありません。ただセール品でめちゃくちゃお買い得だったので、つい買ってしまいました。セール品あるあるです。どこに入れたらいいのやら。めちゃくちゃお買い得だったので買うしかないですよね。水草はたくさん種類があっても困りません。とりあえず水槽に入れておけば後で他のレイアウトで使えます。こうやって一度完成したレイアウトが崩れていきます。本当はショートヘアグラスの草原レイアウトだったのに、いつの間にか有形層で溢れているなんてこともあります。あるあるです。このスタンプウッドはセール品ではありませんでした。普通に高かったです。2800円です。最近この形がとても好きです。かっこいいですよね。斜めに置いてもいいです。立てて中にソイルを入れて切り株の中で水草を生やしても面白いです。賛否ウール、かっこいい。とりあえず流木は腐るものでもないので流木置き場に放置します。こんな感じで水槽台の隙間に流木を詰め込んでます。はい、これで OK。 ではその他の水草を処理していきましょう。まずはこのワビ草マットです。こんな時にあると便利な小さな水槽がここにあります。ラップで密閉して水蒸気で満たしてあります。ここに山崎カズラとピーコックモスを入れます。この水槽はレグラスのガラスの水系という水槽でして、30cm×20cm×14cm、 7リットルととても小型な水槽です。高さがないので置き場に困らず空いている棚に入れられたりします。プレモスなどの苔関係を入れておくにはとても便利な容器です。栄養のために少しだけソイルを敷いてあります。ラップをして暖かい部屋に置いておけば水蒸気で満たされるので特にメンテナンスは必要ありません。セール品にしては状態もいいので、山崎カズラはこのままこちらの水槽に入れます。ピコックモスはところどころカビが生えてました。なのでこちらは少しねお水で洗い流した後に水槽の中に入れました。そしてまたラップで密封をします。これでいけます。そして次に培養カップの水草です。これらは一度水で洗って整えます。ゼリーが入ってると思ったんですが、ゼリーは入っておらずただの液体でした。培養カップってゼリーじゃなかったでしたっけ？変わったのかな？全然変わないんで全くわからないんですが、とにかくゼリーじゃないので洗いやすくて良かったです。セール品なので傷んだ葉っぱが多少あります。この傷んだ葉っぱや根っこをそのまま水槽に入れると水質にね悪影響を及ぼしてしまうので、これらはきれいに取り除きます。まとめた水草はこんな感じです。左からクリプトコリネみたいな芋系の植物、ラゲナンドラなんちゃら、
右上に映ってロタラバングラディッシュ、ルドビジアのスーパーレッド、そしてピグミーマッシュルームになります。正直ちょっと植える水槽がないので既存の水槽に無理やりぶち込んでいきたいなと思います。まずはラゲナンドナンチャラことラゲナンドラトキシカリアグリーン、これはイモ科の植物でなんとなく大きくなりそうな気がします。なので少し日陰に、そして水槽の一番奥に無理やり突っ込みました。次に植えますのはルドビジアのスーパーレッドです。邪魔な流木をどかしていきます。こんな風にどんどん有機層を植えていくとレイアウトが崩れていきます。こういうことなんですよね。ズン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 植えていきます。ズン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 植えます。3本から4本の束に分けてまとめて植えています。これでルドビジアのスーパーレッドは完成です。次はロタラバングラディッシュです。さてどこに植えようか探していますと、ありました、隙間発見です。もともとショートヘアガラスが植わっていたところだったんですが、大量のヤマトヌマエビを入れたところほとんど引っこ抜かれてしまいました。ですのでこのスペースが空いていたというわけです。早速ヤマトヌマエビがやってきました。本当に新しい水草がヤマトヌマエビは大好きです。ちょっとでも柔らかい葉っぱであれば速攻で食べてしまいます。以前エラチネオリエンタリスというパールグラスのようなとっても綺麗な水草を入れたんですが、1週間ほどで食べられてしまいました。食害に注意です。ですので今回はヤマトヌマエビを10匹60センチ水槽に入っていたんですが半分に減らしました。現在5匹になります。最後にピグミーマッシュルームなんですが、本当に置き場がなくてど真ん中になんだかメインの水草のように見えてしまうぐらいど真ん中に置きました。はい、こんな感じで植えることができました。ちょっとダメージを受けた組織培養のカップでしたけど、うまく育ってくれてるといいな。1ヶ月後が楽しみです。それでは皆様にとって2022年が素晴らしい発見や素晴らしいアクアスケープに恵まれる充実した年になりますように。